目と目が合う瞬間好きだと気づいた。はい、皆さん、明けおめことよろ。霊夢です。いや、遅れすぎでしょ。アリスです。撮影日は2022年3月17日。放置しすぎじゃない？ここは阪急伊丹線伊丹駅です。震災で全壊し作り直した過去があります。へえ、そんなこともあったのね。今回はもちろんこの伊丹線に乗っていきます。嵐山線同様、これといったものがないので、路線やその車両紹介が主な話題になりそうです。支線だとそうなりがちなのかもね。発車です。発車したらすぐにカーブがありまして、それを曲がり終えると、伊丹線の高架区間が終了します。かなり短いわね、高架区間。はい、てことで終盤まで寝たきれ状態なので路線の概要でも。阪急伊丹線は、1920年、現在の神戸本線と同時期に開業した塚口駅と伊丹駅の間を結ぶ路線で、もともと延伸計画は何個かあったけど、いずれも実現はしなかったわね。で、ウィキに書いてたとよくお分かりで。そして、列車は最初の停車駅の新伊丹ね。608F とすれ違いね。なんか6線系列多いね。よくぞ言ってくれました。はぁ？この伊丹線の主力は宝塚線からやってきた6線系で、8両だったのを4両に短縮して運用してるよ。多分線系による玉突きできた。6線系以外は走ってるの？7線系の2両編成を2つつないだ4両がたまに走ってるよ。少し前までは最後の3000系、303F もこの伊丹線を走ってたよ。まあ、主に本線から追い出された車両なのね。いや、草。山陽新幹線の福岡をくぐりまして、最後の停車駅なのです。さっきの新伊丹からはガチの直線。一直線で駅と駅を結ぶ区間ってあるんだね。なんか奥からフル点灯が来てないか。朝9時半に回送が伊丹方面に行くとかあるのかね。目と目が合う瞬間好きだと気づいた。いや、これ点灯ミスですやん。フル点灯各駅停車とかおもろ。そう言ってるうちに阪急1の急カーブを曲がりまして終点塚口です。距離の割に結構面白い路線だったわね。多分乗る機会はないだろうけど。いや、草。はい、ということで少し早いですが、今回の動画はここまでになります。ちょっと投稿頻度上げたいですね。2月末でゆっくり実況やめちゃうし、衝撃の告白。まあ、それ以降は気が向いたらとか解説動画とかはゆっくり実況になるかもね。基本生声。では、ご視聴ありがとうございました。